この番組は5000年の歴史を誇るインド伝承医学アーユルヴェーダの世界から生命エネルギーの高い魅力的なゲストをお呼びしてトークする番組です。今日もですね、とっても素敵なゲストをお招きしております。私は奈良県に住んでるんですけども、同じ奈良県で、私が大好きな白ダーラを同じようにねしてくださる仲間のようなダーリストさんの一人を紹介したいと思います。本当に情報といいますか、医学的な知識とかそういったこともしっかりお持ちで、なおかつハートフルな素敵な女性ですので、 CM の後彼女の魅力を皆さんにお伝えできればと思っています。それではCM スタート。シャナナ TV は動画を作るのが難しい方でも美しく情報発信ができる画期的なテレビ局です。番組 MC になるとワンランク上の存在として知名度が上がり、ビジネスや活動がとてもやりやすくなります。撮影スタジオには必要な機材が全て用意されており、収録から編集、 YouTube や公式サイトへのアップロード、概要欄の文章ライティングまで全て専門のスタッフが行います。あなたは30分お話をして出来上がった動画をチェックするだけです。望みを形にするシャナナ TV で、あなたも番組 MC を始めてみませんか？今日は、素敵な、女性を今お招きしております。彼女は奈良県の、中井さんというね、私も本当にね、なんか信頼を受ける人間味のある彼女なので、今日はしっかりね彼女の魅力を伝えたいと思います。中井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中井さん、まずご自身で、サロンのお名前、はい、そして、サロンがどこにあるかとか、ちょっとサロンの情報をお話ししていただいていいですか？はい、わかりました。奈良県天理市に自宅にサロンを、作りました。ヘッド&フットケアサロン響きと申します。中井と言います。よろしくお願いします。ヘッド&フットですよ、はい、頭から足までね、もう本当に素敵なメニューを今していただいてますけれども、響きというね、名前もいいですよね。名前はどういった思いでつけられたんですか？響きは響き合うとか、はい、共鳴するっていう意味なんですけど、はいはいはい、私の施術によって、その心身にこう、お疲れになっている方に、こう響かせるっていう、響いていただくっていう意味を込めまして、つけました、いいですね。本当共鳴し合うっていうような、はい、そんな感じなんですね、はい、サロンされて今でどれぐらいですか？サロンを始めたのは1ヶ月ぐらいになります。ほやほやですね、はい、もう一番今なんかもうワクワクしてる時じゃないですか、はい、サロンされる前逆に何されてたんですか？3月までは病院で看護師をしており、で退職して、それまでに、リフォームだとか、ちょっといろいろ準備をして、11月1日にオープンしました、すごい。看護師さんってやっぱりね、もう当然ながら国家資格で、すごいこう誰かのためになるお仕事って、誇り高いお仕事やと思うんですね、やっぱり私もすごく尊敬してるんですけど、その看護師何年ぐらいされてたんですか？恥ずかしながら27年ぐらい。恥ずかしくないです20何年ってすごいですよね、もうでも学校卒業してずっと看護師。はい。看護師一筋。看護師一筋です。すごいですね。そこから転身って勇気いったでしょ？そうですね。退職を決めたのは、白ダーラに出会う前、1年ぐらい前なんですけど、全くサロンとかそういうするつもりはなく、ただただ、ちょっと、子供に障害がありまして、でその障害の子供を置いては死ねない、なので、私が元気なうちに、その息子にこう、なんていうんですかね、生きていくこう、場所とか、そういうのをこう提供するのに、なんとかしなければっていう、優しいお母さん、で退職したんです。すごい覚悟でしたね、じゃあただ単に辞めるだけじゃなく、これからじゃあお子さんのためにもっていうね、一大決心で、すごいですね。でそこから、看護師を辞められて、でその時は何かをするっていうあれはないけれども、とりあえず辞められて、なぜ白ダーラ
になったんですか。はい、退職をする2ヶ月ぐらい前に、その白ダーラに出会いまして、はい、出会ってくれてありがとう。一瞬でこれやって思ったんです。すごい嬉しい、はい。だって看護師さんやからね、はい、やっぱりケアとか施術のことはもうね、はい、知識としてね。うん、これって何で思ったんでしょうね。あの息子が知的障害者なんですね、で自閉症という障害がありまして、コミュニケーション障害があります。で何かこう、ことあるたびにこう自傷行為といいまして、自分を傷つけてしまう、でちょっとおでこに、はい、傷があるんですけど、おでこに、はいはい、ちょうどチャクラ、そうですね、白だら落とさなあかんとこですね、第六チャクラに ありまして、でその行動がですね、なぜそういう危険な行動を取るのかな、意識がこう自分にこう向いているんですけど、やっぱり自傷行為って辛いことなので、それをこう白ダーラで脳のメンテナンスできるなら、その行動がちょっと収まるんじゃないかなと思ったんですね。なるほどなるほど。それでこれやと思ったんです。嬉しい。で実際やってみてどうですか。はい、もう9ヶ月ぐらいになるので、はい、毎月1回必ずやってるんですが、頭しようねとか言うと、頭しようね頭とか言いながら、なんかこう来るんですけど、ちゃんと寝てくれって、30分ぐらいの施術なんですけど、貫通できるんですね。すごいですね。もう本当に寝るということ自体も、夜お布団に入るぐらいしかもう寝ることないんですね。でもちゃんと上向いて寝てくれてできるんです。私昔授業してた時に、ちょっとね私の記憶の隅にあるのは、子供できたらいいな、でも受けることが難しいかもって教わってた記憶が、そうですね、ちゃんと受けれてるっていうのがすごいですね。はいはい、そうですね、奇跡だと思います。いやすごいすごい、はい、でそれをこう、自分の子供だけではなくって、やっぱり世の中にその問題を抱えた、その問題行動を抱えたお子さんがいらっしゃるかもしれないので、その方にでも少しでもこう楽に生活していただきたいっていう思いがあって、本当ですね。そのご家族の苦労はね、体験されてるからもう実感としてありますもんね。はい、そうですね、はい、いや素晴らしいです、ね、なんかここ傷つけちゃうんですかね。はい、そうなんです。火山口、火山口みたいな、チャクラがちょうど今はじゃあそこの傷は、すごくこう傷をつけてしまって血が出たりとか、ちょっと出血が多かったりした時期があったんですけど、この白ダーラをするようになって、傷がね、治ってるんですよ。すごい、それはすっごい嬉しいですね。はいはい、いや嬉しいことです。私そうなんです。皮膚のこう上皮って言いますけど、張ってきて、そのもう座滅って言って、もうこう皮膚がこうなんて崩れてしまうんですね、傷んでしまって、でそれが少しずつ張ってきていて、すごい治ってるんですね。いや大事ですね、はい、やっぱり白ダーラ。そうなんです。もう本当に5000年の伝統療法だからこそ、はい、やっぱりこう単なる癒しだけじゃない結果が出てるんでしょうね。いや嬉しいな。いやそういうこれやと思って決めていただいた白ダーラ、そして看護師さんというお仕事をリタイアされて、まあ、自宅でねサロンをされてるということで、そのサロンのこだわりとかあります？サロンのこだわりは、こだわり、キャッチコピーとか。キャッチコピーはあなたを取り戻そうっていうキャッチコピーがありまして、いいですね、取り戻したいインドのその伝承医学と、それからイギリスから伝わった、リフレクソロジーっていう、反射療法なんですけど、それを組み合わせて、体のバランスを整えるっていう、そういうふうに、看護師が
まあ、病気にだけじゃなくて、うんうんうん、病気になる前に、うんうん、少しでも、うん、防ごうかなっていう。いや素晴らしいです。そういうキャッチコピーがあります。すごいですね、はい、もう看護師さんならではですよね、はい、本当に病気になってからではなくって、はい、本当に健康を取り戻してあなた自身を取り戻していただきたいっていうようなそんなお店なんですかね。他にはサロンも前にこだわってリフォームされたって聞いたんですけど、はい、サロンの特徴とかってありますか？サロンは青色の、うん、ちょっとこう鎮静というか、うんうんうん、気持ちが休まるような色と、うんうん、あとはもう オフホワイトというか、うんうん、そういうのをこう組み合わせて、うんうん、少しこう気持ちが落ち着くような、うんうん、内装にしております。ブルーってなんかこう癒される色ですもんね、はい、ブルーとかグリーンとか、はい、みんな好きな色ですもんね、はい、そうですね、はい、で清潔感あって、あ、そうですね、いいですよね、はい、その目指してます。看護師さんならでは感じですね。はい、他にもなんか何でしたっけ、カフェ、はい、なんかそんなも併設されてるとか。そうなんです。自宅がもともと主人の実家なんですけど、はい、喫茶店をしていまして、で隣にすぐ、あるのでカフェがカフェというか喫茶店、喫茶店カフェっていうおしゃれなものではないですけど喫茶店がありまして、でそちらから、サロン専用にランチを、準備できるようにしていまして。めっちゃいいじゃないですか、海外みたい。はい、ちょっと喫茶店とは違う、うん、オリジナルメニューで体に良さそうなメニューですかね、はい、見た目は体に良さそうに、はい、やってねって言うてます。いやでも大事ですよ、はい、やっぱりね、はい、体せっかく健康にね、はい、施術を受けてるのに、ね、体に悪いもの食べたくないですもん。そうですね、はい、私が海外インドネシアでね、はい、アルベーダ勉強してた時も、うん、そこの併設されてるスパが、うん、ランチとなんか施術っていうコースでね、朝から来たら、はい、まあ、ちょうど終わった頃にランチが出てくるし、はい、午後からだったらランチを食べてゆっくりした時に施術を受けるみたいな、はいはい、なんかすごいいいなこういう流れと思ったので、それがなんか体験できそうな、はいはい、ね、いいですね。ご希望な方だけですけど、ね、はい、でもね、ご希望される方多いんじゃないですか。そうですね、一緒になんか食べながらこう、ね、いろんな話をしたりとか、うん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 、楽しく、はい、いいですね。奈良ですけども、はい、同じね、奈良でもやっぱりね、広いんです奈良も、はい、最寄り駅ってどちらになるんですか？JR の帯戸家、はい、帯戸家、はいはい、っていう駅が、ええ、徒歩10分ぐらいで、徒歩10分、はいはい、まあ、でも奈良ってうちもそうですけど、はい、大体車ですかね、はいはい、車でしたら西名阪国道を、天理インターで降りていただいて、はいはい、でそこから奈良に向いて走っていただいて169号線も走っていただいて、はい、久保の庄南っていう、はい、交差点を左に折れていただいたら、ちょうど高井病院っていう病院があるんですね、はいはいはい、大きい病院なのですぐ分かるんですけど、はい、そこの前に、はい、道沿いにあります。車で行ったら駐車場止められるんですか？はい、喫茶店にちょうど駐車スペースがありますの で、 いいです、ね、お客様来られる時は必ず1台開けといてねって頼んでいるので、いやもう本当に奈良でサロンしようと思ったら、はい、駐車場が確保できないと難しいですから、はい、 ね、はい、それはもうバッチリですね。バッチリです。すごいすごい。いやね、もうぜひランチも受けながら、はい、あともうちょっと施術のこととかもお聞きしたいんですけども、はい、もうそういう思いがあってね、はい、取り戻そうという意味で、はい、白ダーラはね、うん、もう私もよく存じ上げてますが、はい、リフレクソロジーのこだわりとかあればちょっと、はい、リフレクソロジーっていうのは、イギリスから伝わった、うん、まあ、それこそ伝統、代替補完療法って言うんですけど、うんうん、ゾーンセラピーって言いまして、はい、体の脊柱から、はい、ゾーン10個に分かれているっていう、でそれを足裏を、はい、独特なこの指の動きで、はい、施術をすることで、内臓や神経や、いろんなものにこう、なんていうんですか、届かせるっていう、そういう響かせて、うんうん、で不調を整えていくっていう施術です。反射的な反射療法ですね。なるほどね、はい、
なんかこう足のマッサージとかって聞くと、はいはい、テレビの罰ゲームじゃないけど、あ、はい、痛たたみたいな、そんなことはないんですか？全く痛くなくて。あ、それはいいですね。もう痛いと傷つくじゃないですか、うん、心が、はいはい、耐えれないです、耐えれないです、ね、お金出してなんでこんな痛い思いしなかったの、はい、そういう人も、はい、そういう施術もあるんですけど、うん、リフレクソロジーはソフトタッチで優しくて、いつの間にか眠りに入って眠れるぐらいしまわれるような施術です。でリフレクソロジーって大体どれぐらい、足だけで、足で60分がフルです、で手もでき、手にも反射区があって、お顔にもあるので、その足と手とお顔を全部に、はい、接させていただけます。そのフルコースしたらどれぐらいの時間になるんですか？手も足も顔もですか？はい、お顔も、あ、お顔も、お顔も60分なので、はい、足とお顔だけで120分。あ、すごいですね。で手もやると150分になります。はい、でさらに白ダーラしたら、クリシュナ入れると、はい、えすごい時間ですね。そうですね。でクリシュナっていうのは、ね、頭皮クレンジングで、はい、白ダーラの前のね、癒しがまだ入って、はい、足も手も顔も、はい、いやこれはすごい、3-4時間。そうです ね全部やれば半日ですね、はい、でも旅行行っていろいろね、はい、なんか受けるぐらいの価値ありますよね、はい、そんだけ受けたらあると思います。いや、で例えばそのリフレクと白ダーラでおいくらぐらいされるんですか？はい、リフレクソロジーは60分フルでやって7000円なんですね。リーズナブル。はい、うん、で白ダーラは、頭皮クレンジング付きで、60分で1万円に設定していて、でセットでやっていただけると500円割引になります。お得ですね。セット割が、皆さんご予約の時はセット割を、はい、割おすすめします。はい、で白ダーラって本当にもともと相場2万とかするね、メニューなので、はい、1万円でもう、ね、受けれるっていうのは本当に、白ダーラ協会が価格破壊をしちゃったかなっていうぐらいなんですけど、でもね本当にダリスさんもそういう思いでお安く提供していただいているのでね、ぜひね奈良にもいらしていただければなと思います。やっぱりなんて言っても看護師さんが、はい、もっとね看護師さんがちゃんと本当にお体のことを分かってらっしゃる方から受けるっていう、そこすごい価値ありますよね。そうですね、ね、そう言っていただけるようにも努力を、でね、私もそうですけど、はい、ね、お体のマッサージとかすると普通に健康の相談されますでしょ。そうですね、ね、はい、その時には的確なアドバイスができるというね、ように、はい、いやすごいです。で今ねアイルベーダーのねいろいろ講座もお勉強していただいて、はい、どんどんとね、はい、普段もう今まで の西洋医学のお勉強と合わせてねアドバイス受けていただけるんじゃないかなと思います。はい、今日ねせっかく番組出ていただいてるので、はい、視聴者の方に何かしら、はい、なんかプレゼントとかあればなと思うんですけど、はい、どうでしょうか？初回、割引がありまして、白ダーラ1万円のとこ 40% オフにさせて、 40% も初回限界で、はいはい、でリフレクソロジーも、はい、初回割引で 40% オフに、はい、させていただきます。いやもうね1月皆さんお正月で、はい、いろんな人とお付き合いしてくったくたになって自分のことをまた女性なんか特に後回しで、はい、意外に正月って奥さん忙しいんですよね。そういう方に来てほしいですね。そうです ね、 ね、お年玉がね、はい、いいですね、1年の始まりを本当や白ダーラからして、ほんまに、はい、いいですね、はい、いやでもそういうねすごい思いがあって、はい、まあね、こういうプレゼントも用意していただいて、はい、で看護師さんからまたご自身のお子さんのためにもということで、はい、もういろんな思いの中決断してサロンをされました、はい、響きというね素敵なサロン、これからどんどんね発展されていくと思うんですけど、はい、なんかこう夢とかこれからどうしたいとか、はい、なんかビジョンってあります？夢は、うん、障害のお持ちになってる、うん、お母様、うん、それから障害者に携わっている、うん、施設の職員の方、うんうんうん、その方たちを、うん、本当に癒して
差し上げるっていうことが一番の夢ですし、私自身があの子供が小さかった頃にやはりあの行くところがなかった、連れて行ってあげれなかった、そういうお辛い思い、辛い思いをしたことがあるので、あの少しでもいいからあの気持ちが安らぐ、そういうあのサロンにして、いや、まやね、あのちょっとでも来てよかったって思っていただける、あのサロンにしようと思ってます。いや、だって本当にね、もうあのこれは経験者しか語れないと思うんです。はい、私がね、ただ想像で何か言うっていうのは逆に失礼なことかなと思うんですけど、やっぱりご自身がそういう、ね、ご経験で本当に辛かった、どこに行ったらいいかわからなかったっていう経験から、また子どもさんのためにもそういうね、はい、癒される場所、自分を取り戻す場所を提供していきたいということでされてるわけですから、はい、きっとこのね番組を通してまた、あの私も実はっていう方がいらっしゃれば、はい、ぜひね、はい、あの中井さんのサロンに行っていただいて、同じその悩みをこう分かち合うだけでもね、楽になると思うし、ご障害のあるお子さんも大変やと思いますけど、やっぱりその取り巻く周りも元気でないとケアが難しいと思うので、はいはい、本当にねお仕事されとしてそういう施設で働いている方も、またご家族の方も自分を取り戻す時間としてね、はい、来ていただけたらなって思います。はいはい、で中井さんのサロンをもし知りたいなと思ったら、なんか公式 LINE か何か作られてるとおっしゃってましたっけ。あ、はい、公式 LINE もありますし、はい、普通に LINE も、はい、あの使っていますし、はい、Facebook や Instagram も、はい、あのありますので、はい、そこからあのアクセスしていただいたらと、はい、どういうふうに調べたら分かります。またきっとね、はい、あの番組 の, あの情報の中に貼り付けてはいただけると思うんですけど、はい、今すぐ知りたいっていう人が調べるとなったら、なんかキーワードとか、今ちょうどホームページをね、作っていらっしゃるサイトなんですね。そうですね、ホームページも、ね、あの今とりあえず、そのまだサロンオープンして1ヶ月ぐらいなので、ホームページもあの自分でできることはやろうと思って、あのちょっと無料のサイトっていうか、作れるやつでやったので、そちらにあの問い合わせフォームとかもあるので、はいはい、そちらの、 あの QR コードを、はい、あの載せていただけたら、はい、そこからアクセスできますし、はい、あのちょっとお電話がつながりにくくなる、施術してる時とかないですもんね。はい、なのでもうメールでっていうのが一番かと思います。メールのアドレスも、じゃあ、あの、はい、また、はい、またあの貼り付けてもらいます。こちらに、はい、こちらに貼り付けてもらいますね。はい、はい、じゃあぜひですね、はい、やっぱりこうあの1月ということでもあるので、あの、まあ、昨年1年頑張ってちょっと疲れたなっていう方は、はい、まあ、自分を取り戻していただくために、そしてまたね、中井さんならではのその障害児の、あの方のためのケア、ご家族のケア、はい、また周りの従事者の方のケアとして、はい、あの、白ダーラと、そして、イギリスの反射区のリフレクソロジーを使った自分を取り戻す時間というのを、はい、ぜひね体験していただければと思います。はい、はい、何かこれだけ言っときたいということがありましたら、もう頑張ります。もう本当に応援してます。絶対ね大事、はい、本当にもうあのみんなやっぱりつながって生きているっていうのがアーユルヴェーダの考えなので、はい、障害のお子さんはそれなりにちゃんとそういう意味があって、はい、そうです。またその周りの人いる人たちも意味があって、みんなが幸せな世の中になればなって思うので、はい、もう応援してます。 ありがとうございました。はい、今日はねとっても素敵なゲストさんでした。では CM の後、私の方からまた少しお伝えしたいと思います。では一緒に CM コールお願いします。はい、CM スタート。シャナナ TV は動画を作るのが難しい方でも美しく情報発信ができる画期的なテレビ局です。番組 MC になるとワンランク上の存在として知名度が上がり、ビジネスや活動がとてもやりやすくなります。撮影スタジオには必要な機材が全て用意されており、収録から編集、 YouTube や公式サイトへのアップロード、概要欄の文章ライティングまで全て専門のスタッフが行います。あなたは30分お話をして出来上がった動画をチェックするだけです。望みを形にするシャナナ TV で、あなたも番組 MC を始めてみませんか？
はい、今日の、アーユルヴェーダのワンポインレッスン、アーユルヴェーダライフということでお伝えさせていただくのは、1月ってもうどうです、皆さん暴飲暴食しますよね。私も絶対ね体重計乗りたくないというようなね状態になってます。なので少しね、この時期だからこその、アドバイスとしてはやっぱり消化を休め、消化力っていうかね胃腸を休めてあげるっていうのが大事なんですね。もう正月早々は七草粥とか食べられたと思うんですけども、この時期ってバーターっていうねアーユルヴェーダの動作チェックという体質を見るチェックがあるんですけど、バーターが強くなる時期なんですね。バーターの方っていうのは需要の高いものを食べていただいたりとかも全然 OK なんですけども、ちょっとねこの1月というところもあればできるだけ温かいもの、特にバーターは体が冷えやすい傾向があるので温かくてそして消化に良いもの、例えばやっぱお鍋とかですね、野菜をたっぷり入れたお鍋、なるだけたくさん煮込んでいただいて、あとお豆腐とかねそういったものもすごくね消化にいいですので、そういったものを食べていただくっていうのがこの時期のいい過ごし方かなと思います。で、アーユルヴェーダライフ講座っていうのが、毎年4月に開講するんですね。今年もですね2月の20日と3月の6日に、4月から始まるライフ講座のまずは入門レッスンっていうのを実は無料で開催させていただきます。約90分のセミナーなんですけど、今日ちょっと今お話をした、動作のお話とかバータ、ピッタ、カパ、それぞれの体質についてのケアであったりとか、そういったことですね、ライフ講座でたっぷり学んでいただいて、自分の体に合ったお食事とか健康法とかマッサージなんかも学んでいただきもののエッセンスをですね無料講座でお伝えしたいと思います。そこでね気軽にご質問もしていただいて OK ですので、ぜひですねアーユルヴェーダーを生活の中に取り入れていただいて、心も体も、健康なね状態を作って一緒に作っていければなと思っております。これがもう本当4月、毎年4月しか開講できませんので、2月3月の無料レッスン、ぜひですねお見逃しないようによろしくお願いします。それではまた。シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前4、3、2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV Facebook ページから。